船ができるまでのステップを解説。設計、まずは船の設計図を作成。船の用途や種類で結構構造が違うぞ。切断、加工、船の素材は大きくて厚い鉄板、設計図通りに切っていく。部品が巨大なので安全第一。組み立て、各パーツを溶接してだんだん大きなパーツに組み上げていくぞ。熟練の溶接技術が求められる。浸水式、パーツをくっつけて一つの船になったらプロペラをつけて初めて水の上に浮かべる。たくさんの人が集まって船の安全を祈るぞ。偽装、推進式が終わっても完成ではない。エンジンや航海機器のテスト整備ができたらいよいよ出航だ。